今回ね、ちょっとね、あの、へりクスっぽいね、動画になっちゃうかなーっていう風に思ってるんですけど、最初に担当直入に聞いてしまうと、タイトル見てもらってね、まあ、大体わかるかなって思うんですけど、皆さん、なんか、なんだろう、その、まあ、キャバクラとか、まあ、ホストクラブとかって、まあ、行ったことありますかで、ちょっと僕の友達と、あの、まあ、議論というか、ちょっと面白いね、討論みたいなのをして、その、僕はね、 まあなんだろう。まあもホストクラブで働いたっていうのもあって、そういうキャバクラだったりとか、まあ、とキャバクラじゃなくてメイドカフェだったり、なんだろう、サービス業っていうのにそんなに抵抗がないんですよね。で、友達は、そういう風にあの、やられんのが、理解できない。え例えばで、キャバクラで言うなら、まあその、まあ大げさに言ったらね、あの、いやお兄さんね、かっこいいですね、とか言うのも、まあぶっちゃけ建前なわけじゃないですか。ね、あの、まあすごくね、本当に大げさな例で言ったら、 ま、おじさんとかに向かって、おじさんこういうことが素敵で、っていうのも、ま、ぶっちゃけこう思ってないけど、言う、っていうのが、なんか、そんなのわざわざされに行くのが、ま、理解できない、っていうふうに、あの、友達は言ってたんですよね。まあ、それに対して、ちょっとね、あの、僕の、あの、勝手な意見で、ね、あの、別にそれに対して、なんだろう、そこが何がね、正しいから、ね、あの、俺のゆずきの言うこと聞けとか、そういうことを別に言いたいんじゃなくて、 あくまでも、まあ、なんかちょっとね、みんなとも、なんかそういう意見交換みたいなのがね、ちょっとできたらいいかなっていうふうに思うんで、あくまでも僕の、あの、なんだろう、考え方っていうのを、皆さんね、ちょっと、まあ、お伝えしていけたらいいかなっていうふうに思います。なので別にこの動画にね、本当に深い意味とかはね、あの、ないです。あの、ゆずきの言うことを聞いてくださいとか、別にそういう意味で、あの、撮ってないっていことはご了承した上で、あの、見てほしいんですけど、まあ、そうですね、あの、なんでそういう話になったかって言ったら、 僕のね考えを軽くまとめると何だろう、まあ、僕の考えが合ってるかは分かんないですけど正直じゃあコンビニで働いててもなんだろう、うんまあ、コンビニじゃあかかにくくか、まあ、じゃあディズニーランドとかで働いてもなんか職業変形になっちゃってね申し訳ないですけど、まあ、ぶっちゃけ、まあ、ディズニーランドじゃなくてもいいやあの全部の職業においてなんかまあ人を褒めることとかってまあ,ある職業。 であ、まああるじゃないですか。まあリズミーだったり、なんだろう。別に何でもいいですけど、まあせ、ね、ファミレスでもまあ、なんか、えー、なんか、そんなことないですよ、みたいなことを言う場合って、まああるじゃないですか。それってほとんどの接客業であれば、もうお客様は神様じゃないですけど、ね、お客様を、こう結構、よ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 、さ <laughs> する場面っていうのはあるわけじゃないですか。で、考えたら、別にそれってホストクラブとかキャバクラとかガールズバーとかね、あの、に限らず、なんだろう。 別に、何だろう。ね、接客業ってそもそも、まあ、人にさ、不快させる思いって、まあ、逆に言ったら人を不快にさせる接客業って、まあ、まずないじゃないですか。普通に考えて。ね、あの、なんか、最近、ね、なんかその態度の悪い料理屋みたいな、なんか、どっか名古屋だったかななんかバズってましたけど、ああいう店がバズるっていうことは逆にああいう店がないから、バズるわけじゃないですか。 っと考えたら、それって別にもうさ、全職業において、あの、やってることだし、じゃ逆にアルバイトしてる人とかって、ほとんどの人がやってると思うんですよね。あの、例えば先輩とかにも、いやいや、そんなことないですよとか言ったり、逆に本音をさ、言う人って、逆にいなくないですか逆に本音を、 あの、ぶちまけてる接客業の人なんていないじゃないですか。ちょってこと考えたら、じゃあキャバクラとかホストクラブってどういう場所なのって言ったら、気持ちよくなるところなんですよ。なんか別にね、あの、変な意味じゃないですよ。あの、下ネタとかじゃなくて、あの、その言葉責めじゃない。<laughs> ごめんなさい、あの、言い方わかんないけど、言葉で、その、気持ちよくするところなわけじゃないですか。それを目的に、 あの、まあ、キャバクラとかね、ホストクラブとかって、まあ、来てるわけですよ。だったら、あの、そこに対して、あの、まあ、別に行く行かないは別にどっちでもいいんですけど、その友達は多分まあ、それが好きじゃないっていうことは多分一生行かないと思いますし、逆に僕は、そういうのが、あの、言われてね、あの、な <laughs> んだろうな、そう言われて、まあ、気持ちいいっていうのがあるので、あの、まあ、別にキャバクラに行ってるわけじゃないんですけど、 こう多少ね、こう飲みの場っていうのはまあ行ったりもね、するんですけど。で、あるんで、あの逆にね、皆さんこれに対してどう思いますか僕の持論は今言った通り、その、まあ、キャバクラとかそういうのにおいて、あの、なんだろう、接客、云々とか、なんだろう、それが建前で話してるとか思え、思い始めたらもう負けなわけですよ。じゃ何する場所なのって言ったら、お酒を飲む場所でもないし、 あのー、これ僕の勝手な資料ね。<laughs> あのー、もちろんお酒を飲む場所でもあるし、お酒を飲む場所であって、まあ、可いい女の子がね、いる場所であって、その言葉で、なんだろう、こう人を気持ちよくしてもらうところ。だって逆に言ったらさ、全肯定してくれないじゃないですか。普通に友達とかと話してたら、いや,いやそれって、ね、あのー、なんだろう、うそれって、 ま、違くないみたいなことを言われるわけじゃないですか。でも人間ってそれ違くないって言われたら、まあ、時と場合によりますけど、でもまあさ、肯定してくれた方が、え、そうだよねって言ってくれる方が、で、オーバーリアクションでさ、わーって言ってくれた方が、それは嬉しいじゃん。でもさ、プライベートで話してるときに、接客じゃないのにさ、わざわざやんないじゃないですか。わざわざなんでさ、その友達をよいしょよいしょしてさ、盛り上げなきゃいけないのって思うじゃないですか。その盛り上げてもらいたいときに、行くのが、 ホストクラブだったり、キャバクラだと思ってるんですよね。だからそこに対して、あのー、ホストクラブとかね、キャバクラが、あのー、行ってもそんなのさ、建前ばっかり話、話してるから、うん、なんか行ってもな、っていうふうに思う人は、あの、まあ、別に行かなくていいんですけど、行っててそういう人は、ちょっとね、それは、なんだろう、そう、接客業ってそもそもそういうものだし、そんな僕もね、スーパーで働いてましたけど、スーパー働いてる時に、 もう、おはよう申し訳ございませんってニコニコ言いますけど、正直ね、あの、裏では、あの、それは思いますよ、人間なんでね。うん、そんなことさ、別にいちいち謝ることでもないんだけどなっていうふうに思いますけど、でも、謝るじゃないですか、接客業ね、やったことある人ならわかると思いますけど、そんなことで怒るかなみたいな人いますけど、あの、いや、そんなことで怒んなくてもいいじゃないですかって言わないじゃないですか。あごめんなさい、大変申し訳ございませんって、 言うじゃないですか <laughs>。で、それと別に同じことなんですよ。ね、キャバクラであろうが、ホストであろうが。っていうのはあるので、あーのー、まあ、ちょっとね、あの、皆さんのね、意見を聞いてみたいなっていうふうに思ったんで、今回ね、動画を撮らせていただきました。あの、今にね、言ったこと、ま、僕のね、あのー、なんだろう、ご持論ではあるんですけど、別にこれに対して、あのー、別に行きたくないって言う人は別に行かないでいいですし、むしろね、あのー、 そんなね、そ,そなんな無理強みたいなことは別に言いたくないですし、まあ、それに対して別に特に何かがあるっていうわけではないんですけど、その、なんだろうな、まあくまでもそういう場所だよっていうのを理解した上で行ける人だけ行った方が、 なんかキャバ嬢の人もえ、どうせ嘘なんでしょうとか言ったらめちゃくちゃいた客じゃないですか。<laughs> あのね、そんなこと言ってはね、多分いると思うんですよね。まあホストでもね、僕も、まあ、いましたよ。あの僕もホストで働いてたんで分かるんですけど、いやもうそんなこといいよみたいな、思ってないのに言わなくていいよって言われるとめちゃ嫌なんですよ。あの、いや、それは、まあ、みたいな。<laughs> あのねそ、あからさまのお世辞は言わないんですけど、 あのね、ある程度のことを言ったときに、いやいや、そんなんなんか、ね、テンプレっぽいからやめた方がいいよとかね、いいよとか言われるんですけど、無理しなくていいよみたいな。言われたこともありますけど、なんか逆にそれを言われる方が、あ、じゃめんどくさみたいな。そこはもうありがとう、みたいな。え、嬉しいとか言ってくれる方が、あーのー楽なんですよね。逆に、まあ、キャバクラとかなんて、あーの、特に多いんじゃないかなっていうふうに、あの、僕は思ってるんで、そういうね、もしいた逆ムーブをね、してる人がいるなら、あのー、そういう気持ちで、 あの、キャバクラだったり、ホストクラブだったり、全力で逆に、あのー、もう、あ、気持ちいいぐらい、あの、受けて、あの、賞賛受けて気持ちいいぐらい、もう、しょ今日は賞賛受けてきましたぐらいな感じで行った方が、まあ、絶対楽しめるんじゃないかなっていうふうに思っております。はい。すいませんね。カフェ事情がちょっとひどくて。あの、待、まあ、ってる感じで、あの、もしね、この動画があったらチャンネル登録、高評価、コメントもらえたら嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。